令和4年4月、プラスチックにかかる資源循環の促進等に関する法律の中で、市町村はプラスチックのリサイクルに努めることとされました。現在、私たち大野市民はプラスチック製品をゴミとして処分しています。年間およそ55トンのプラスチック製品を燃やせるゴミとして処理しています。これは食料に例えるとお米約910俵に相当します。仮に55トン分のプラスチック資源をリサイクルできた場合、約150トンの CO2 を削減することができます。これは大野市から福井市に通勤する自家用車約1万8000台分の CO2 排出量に相当します。大野市は令和6年4月1日からプラスチック資源回収をスタートします。家庭から出るゴミの中からプラスチック製品を回収します。こちらに一つのゴミ袋があります。中は可燃物です。これからは水洗いしてきれいになったプラゴミは資源回収します。資源回収できるプラスチック製品を説明します。資源回収できるプラスチック製品5品種はこちらになります。キッチン用品、文具類、袋類、衛生用品、ケース類。再生されたプラスチックは身近なものとして生まれ変わります。ゴミの分別パターンについて基本の例をお伝えします。すべてプラスチックでできており、汚れていないきれいなものはプラスチック資源となります。プラスチックが含まれていても金属やゴムなどを取り除けない場合は従来の分別をしてください。お弁当箱などゴム部分を取り除いてプラスチックだけにできる場合はプラスチック資源となります。洗えばきれいになる容器類は水ですすいできれいにした後、プラスチック資源として出してください。すべてプラスチックでできており、汚れていないきれいなものはプラスチック資源です。お菓子の袋など柔らかいプラスチックは燃やせるゴミとなりますのでご注意ください。CD、DVD、ブルーレイなどのケース部分はプラスチック資源となります。すべてプラスチックでできていても、汚れているものはプラスチック資源とはなりません。衣装ケースなどの大きなものは粗大ゴミとして各自でビュークリーン浴室へ持ち込んでください。取っ手部分が金属でできているバケツなどプラスチックだけに分別できないものは燃やせないゴミとして出してください。プラスチック資源は中身が確認できる袋にまとめて指定の日にゴミステーションに出してください。
資源回収として出してはいけないものはこちらになります。汚れが取れないもの、柔らかい素材のものは燃やせるゴミ、硬い素材のものは燃やせないゴミとなります。金属やゴムなどを取り除けないものは燃やせないゴミとなります。大型のものは直接ビュークリーン奥越へ持ち込んでください。食品トレイについてはスーパーの回収ボックスへお願いします。お菓子や野菜の包装は燃やせるゴミとなります。ライターやカミソリなど危険なものは個別にビニール袋に入れ燃やせないゴミへお願いします。ポイントをおさらいします。分別対象5品種のみ限定します。綺麗なもののみが対象になります。資源回収の曜日はカレンダーで確認してください。瓶・缶の日もこれに合わせて今までと変更になります。大野市と市民の皆様が一体となって取り組む大切な活動です。限りある資源の有効活用と持続可能なまちづくりに取り組んでいきましょう。皆様のちょっとしたひと手間が限りある貴重な資源を守る活動につながります。減らそうプラスチックごみ、守ろう未来の大野、ご協力をよろしくお願いいたします。